扇雲は、独特の三角藻を張る雲である。扇雲は、節足動物モンバサミカクアモンクモツナクモモク、渦雲か扇雲族の雲である。どうかの他の雲に比べて、随分とずんぐりと丸っこい。あえて言えば、招き雲をふと短くしたような形である。体長は、メスで4から5ミリメートル、オスではやや小さい程度。全体に灰色を帯びた褐色で、 非常に目立たない。東京部は後方あたりが幅広く、先端の幅が狭くなった三角形に近い形。背面はなだらか。目は6個、絵の字型に列をなす。これはこの属の標準ではなく、国外の種では8番2列であるから、2番が耐火消失したものであり、個体によっては痕跡がある。腹部は後ろが幅広い卵型でやや扁平、前端は やや丸くなっていて、東京部に少しかぶさる。背面は盛り上がり、太陽なし毛の束が見られ、は、はっきりしない模様がある。足は太くて短く、体とほぼ同じ色。成虫は9から11月に見られる。扇雲の網この雲の網は三角網という、独特のものである。木の枝などから引かれた一本の糸に対して、その先端に四本の糸が同一平面上に、 放射状ににながり、全体ととしては、鋭角の線形の形先端から反対向きに糸を張った、型となる。この扇形の領域には、同心円の一部となるようにふわふわした横糸が張られ、ここが虫を捕らえる役目を果たす。この糸は十数本ほど。三角網の縄この全体の形によるもので、扇雲の名もこの形を扇に見立てたものである。 見方を変えると、いわゆる縁網が、鋭角の線形の部分を残してそれ以外が、なくなってしまい、その形を維持するために一本の縦糸が残っていて、網の反対側に引っ張られている、という形である。この部分の構造からはこの網が縁網に由来する、ことが想像される。ウズグモかの多くが縁網を作るものであることとも、矛盾しない。また、網の張り方においては、 横糸を張っていく際に、外側から内側に向かって張り、一本を張り終わると、必ず中央へ行った後、次の横糸を張りにかかる。これは、縁毛の場合の横糸を張る時の動きと同じものと、みなせる。いずれもその起源が縁毛であったことの名残と見ることが、できる。ただし雲の定位置は、縁毛の場合とは異なり、三角部分を引っ張っている反対側の糸の、網と、反対側、 基板に固定されている側に近い位置である。この糸はほぼ水平か、網の側がやや低い位置になるように引かれており、雲はその端近くに、網の側に頭を向けて定位する。その際、雲はこの糸を少し引っ張っており、それを緩めると三角の部分はたるむようになっている。普段は引っ張った状態で待機し、網に虫が引っかかるとそれを緩めて、糸が虫に絡まるようにする。 なお、この大気の仕方、糸の引っ張り方は、招き雲と共通する点が多い。森林内や林園の木立ちの間に網を張っているのが見られる。木陰に多く、明るいところには姿を現さない。高いところには網を張らず、せいぜい人の目線までのところに張る。本州、四国、九州から南西諸島に分布する。やや暖かい地域に多い。国外では、 韓国と中国から知られる。木雲族には日本にこの種しかいない。また、形態的にも独特なので、見誤るような雲はいない。退化した目は、ヤギ沼は後ろ側眼としているが、斧は前側眼としている。ヤギ沼 P14 ヤギ沼 P58。ありがとうございます。